俺は長年人参農家として働いている。未だに彼女もいないしお金もない。毎日人参を買ってくれる人のために頑張っているんだ。あれ？なぜ客が来ない？あの野郎のせいか、客を奪いやがって畜生。店が破綻してしまった、あいつを許してはいけない。とはいつつ何をすればいいのだろう。はあ、こんなところにゴミを捨てやがって。なんとゴミから10連ガチャが出てきた。100億資金、星5秘書、ゴミ大王の称号まで。ああこんなところに店を作りやがって、邪魔邪魔。店員さん助けて。邪魔な奴は蹴散らせ、これで俺の人生バラ色だ。